さて、お伝えをしていますように、福岡県と佐賀県に今朝線状降水帯が発生しまして、記録的な大雨に見舞われました。各地に被害が広がっています。今日未明からを振り返ります。今日午前0時過ぎ、福岡市博多区で撮影された映像です。県内各地で深夜に何度も何度も稲光が発生しました。九州最大の歓楽街、中洲では、海よ、やば、見たっすよ、車が通るたびに道路にたまった水が波打ちます。福岡市博多区ではマンホールから水が勢いよく噴き出していました。こちらは午前4時から午前7時までの雲の様子です。2つの線状降水帯が発生していることが確認できます。気象庁は危険な線状降水帯によって災害の恐れが急激に高まっていることを伝える緊急の情報を出し、土砂災害や川の氾濫、低い土地への浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。こちらは福岡市を流れる日井川です。川が普段より増水しています。こちらは筑紫野市で午前5時ごろに撮影された映像です。普段の様子と比べると、川のような濁流が住宅街に流れ込んでいるのが分かります。3時ぐらいに警報が鳴って、外見たらもうこの状況だったんですよね。で今水深が20センチぐらいですかね、流れてる状況ですね。もう先日の雨でもここまではなかったので、今回はちょっとびっくりしてます。はい、増水する福岡市の中川で流される船、橋に差し掛かると午前5時半ごろの西鉄久留米駅です。現在かなり激しく雨が道路を打ちつけています。少しずつ道路に水が溜まり始めてきました。道路は冠水し、さらに強い風が吹くような地域も。こうした状況の中、気象庁は福岡県の市町村に大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保しなければならない状況です。福岡と佐賀の河川では命の危険が迫っているとされる警戒レベル5に相当する氾濫発生情報が相次いで出されました。その後も福岡、佐賀の各地から道路の冠水や陥没などの報告が届きました。6年前の九州北部豪雨で甚大な被害があった朝倉市萩。今年5月に復旧工事を終えたことを取材したばかりでした。朝倉市の真瀬地区です。当時この小学校の脇を流れる川が氾濫し、大きな被害が出ました。しかしその下流で護岸が再び崩れるという動画が。久留米市田主丸町で発生した土砂災害、次々と映像が届きました。
この土砂災害に21人が巻き込まれ、うち20人は救助されましたが、1人が心肺停止の状態で見つかりました。道路脇に川があり、そしてその横をガードレールが続いていますので、おそらく道路があると思われます。そしてその先には地図上では田んぼが広がっているんですが、もう道路も田んぼもすべて水に浸かってしまっています。佐賀県神埼市ではおよそ50メートルほどの橋が真ん中から崩落しました。佐賀県唐津市では大規模な土砂崩れが、住宅2棟が土砂崩れに巻き込まれたということです。この2棟に住む5人のうち70代の女性が心肺停止の状態で発見されました。また50代と70代の男性と連絡が取れていません。現在も消防などによる捜索活動が続いています。福岡県と佐賀県では明日にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が断続的に降る見込みで、引き続き厳重な警戒が必要です。